2011か、趣味明は中華人民共和国の外交官、報道官。中華人民共和国の修理体制で就任した報道官である。南京大学を卒業し、一時の母である。記者会見において、固い表情で中国政府の公式見解を繰り返すことで有名。2019年2月中旬から公式の場に姿を見せなくなり、失脚説も出たが、 同年6月に中国共産党中央党高校内で歩く姿が目撃されており何らかの長期研修を受けているものと推測されていた。後に中央党学校研修生名義で出した声明により中央党学校で研修を受けていることが判明した。2019年7月に外交部法師、媒体師市長に承認。女性の報道官としては5人目であり、 また局長に女性が就任するのは初代報道局長の教法以来二人目となる。2021年1月にアメリカ政府が中国政府による新疆ウイグル自治区での少数民族ウイグル族弾圧を国際条約上の民族大量虐殺であるジェノサイドでありかつ人道に対する罪に認定したことについて中国が新疆で実施している。 ジェノサイドや、反人類的な罪なるものは、鉄道鉄尾、ポンペオが代表する個別の反華、反強勢力が、意図的に砲撃を加えてきた、人の地目を驚かすような偽の命題、悪意ある、高頭無形な騒ぎであり、過去も現在も未来も、中国の大地には発生しない、心境問題をめぐるポンペオの各種のザレ事は、2500万 の心境人民を含む中国人民に対する極大の侮辱であり、アメリカ人民や国際社会の判断力に対する極大の侮辱であり、人類の道義と基本的な領地に対する反逆と挑戦であるとして、新疆ジェノサイドは西側諸国が鉄道した虚構であると断じた。ありがとうございます。